題がありすぎる。こう気持ちの部分がね、正直まだまだ見えなくて、泣くのはわかるけど、まだやりきってないだろうと。結構サッカーの基本的なことを伝えてる。で、子供たちと一緒に成長できたらなと思ってます。おはようございます、クリシェコーチ。おはようございます。ついに2日目ですけど、はい、今日の予定はどんな感じですか？今日は今ね、もう見てもらったらわかる通り、ここでね、ミニカップ戦に出場することになりました。で、スペインのこの大会すごいのが、ちょっとこの辺もね、映して、あっちも映してほしいんですけど、もうね、スタンドがあって、このグラウンドにスタンドがあって、ここから保護者の方が熱い応援をしながらね、今子供たちの試合が行われているところで、昨日ね、ちょっとついて早々の試合で、だいぶね、体が重そうだったので、今日はね、ある程度ね、コンディションもいいはずなので、子供たちのプレーを楽しみにしながら、このカップ戦を優勝を狙いに行きます。本当に今日優勝できそうですか？昨日見た感じなんですけど、やっぱ、長距離の移動があって、体重たそうで、結構苦戦してたと思うんですけど、どうですかね？そうですね。まあ、体重いのは、ま、間違いないと思うんですよね。やっぱ長距離移動で、その後すぐ試合だったので、今日はね、さっきも言ったように、もうコンディションいいはずなので、すごい子供たちに期待しながら、自分も、昨日は結構見守っていたんですけど、今日は熱いコーチング飛ばして、子供たちの心を燃やせたらな、と思ってます。バモン！コンディションバッチリ。バッチリ？コンディションいい。コンディションいい。オッケー。グググ。完璧で。完璧？どう触る調子は？めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。はい。今匠ね。はい。で後ろセンターバックソーター。はい。右サイドバック、ソウル。左サイドバックテル。真ん中イッサ。左のウィングトップにユート、右のウィングトップに臨む、OK、はい、初戦やからね、優勝いくぞこれ、はい、臨む、前でいいよ、臨む、はい、臨む、中、臨む、めっちゃこれ引き取ったんやけど、じゃあボールがここにあったら左サイドバックやん。カバーやの逆サイドバックは。ここが揃わないと。逆サイドバックが前に出るのないよ。フォワードの選手が。フォワードでユートが出ておいても、ほとんどが行きましたっていうのはカバーじゃない。カバー行かなくていいときは、ここが数的動作のときです。で、私望むのプレッシャーをかけて、ボールこっちは横向いた、こっち向いて、こっち出すからな、この時はカバーで高くなる。で、基本カバーからスタートっていうのと、あと攻撃に関しても、さっき言って今、望むのちょっと下がれ、ちょっと下がる。一見でよかったね、ずっとビューとか望む。望むの個人技やけ、望むがこのままやったら、あの相手にマーク徹底されましたってなったら、ここが得点がなくなるやろ。ゴール前になればなることは、選手間の距離がもっと近くならないといけない。わかる？それは得点するためにもそうだし、攻守の切り替えの準備をしておかないといけない。前ならすぐゴール前でもう一回奪い返して、ポンと返せるように、できるように。
オッケー。じゃあまた、この後にあるので、ちょっと一回自分たちで話して。ドクター。あ、栗城コーチ、1試合目5対0で勝ちましたけど、はい、どんな感じですか？そうですね、結果だけ見ればすごいいいように見えるんですけど、やっぱまだ内容がまだまだで、全然こうチームとして機能できてないし、一人一人がやるべきことを全く分かってないので、それからどんどん、ね、試合を通して子どもたちと一緒に成長できたらなと思ってます。めっちゃあれやね、やっぱすごいよね、このミニカップ戦っていうこと。そうですね、ミニカップ戦なのに太鼓鳴らしてるし結構選手たちもこの雰囲気に圧倒されてるかなと思ったら、だから結構乗ってるよね。逆に楽しんでますね、結構、うん、めちゃくちゃいい感じ、アウェーな感じを。なのでちょっと2試合目も頑張っていきます。最後も知らないけど、向こうも勝ち点一緒よ、得失点も一緒、全く今同点の状態、勝った方が決勝となるときから。 OK、 試合で行こう。 OK、 フロナスバー、5分前よ、ゆうとが一番するから、その時に出るから。